1番、新潟県阿部塩化工業株式会社。ここ作品名は上り客道八重市金銭神楽。特殊な金属を使った神楽の中に二重の芯が入った全体で三重に開く花火、お楽しみください。2番、福島県有限会社糸井加工。作品名は六章の花。八方の中に2つの芯が入った美しい花、導く一本の光に青と緑が変化しながら輝く姿をお楽しみください。緑と青は癒し効果があり、皆さんの心もきっと癒されることと思います。3番、長野県有限会社稲加工保留地印花店。作品名は幽玄のしだれ桜。控えめではありますが、幽玄な雰囲気のしだれ桜を表現してみました。今の世の中に対して桜だけの気持ちも込めてあります。4番、新潟県有限会社片側塩化工業。作品名は上り極道付き腰の心。青ボタンと自差式の輪、そして中心には越後の心を表すハートが浮かびます。5番、群馬県有限会社菊谷小幡花火店。作品名は里山の忘れ柿。雪国の里山などで収穫されずに放置されたままの柿の木に雪が積もっている切なく美しい情景。雪景色の中でオレンジに輝く柿の実を表現しています。6番、徳島県有限会社岸加工品製造所。作品名は引き赤キラキラ与え神。四国では花火競技大会の開催が少なく、多重神を打ち上げる文化がありませんでした。しかし多重神は日本の花火の王道。美しい多重神へ覚悟を持って挑みます。
7番秋田県株式会社北日本花火工業。作品名は天空のユートピア。天を昇り夜空に広がる光の束が明日を照らす希望の光となるように思いを込めて送ります。8番秋田県株式会社小松煙火工業。作品名は昇り銀龍与衛神変化菊。親星と新星が五層の同心円を描く菊型花火。ぜひご覧ください。9番静岡県三栄煙火株式会社。作品名は上り極道付き八重神菊咲紅香炉。花火の芯が二重に入った日本の伝統的花火をご覧ください。10番長野県有限会社篠原煙火店。作品名は上り極道付き三重神残輪の花。三重に芯の入った日本の伝統的な菊型花火で、最後に大きな円が残って余韻を残しながら消える花火です。ぜひその変化をお楽しみください。11番茨城県筑北加工堀米煙火店。作品名は極道付き三重神錦崎青香炉。日本伝統の多重芯の割り物花火、三重の芯が入った計4重の同心煙火花火、ご覧ください。12番茨城県野村花火工業株式会社。作品名は上り曲付き与衛神変化菊。芯が4重に入り全体で5重の同心円を描く花火です。ご覧ください。13番宮城県株式会社花加工。作品名は昇る極道付き三重神変化菊。正確で美しい三重神を目指して作成しました。ぜひご覧ください。14番秋田県
響きや大曲演歌株式会社。作品名はアメジストを散りばめたペンダント。アメジストには不安を取り除き穏やかな気持ちにさせてくれる効果があります。神秘的で気品のある輝きをお楽しみください。皆様の心に平和を、そして輝ける未来を願って。15番、山梨県株式会社マルゴー。作品名はスタープリズム。満天の星の光をプリズムに通し、集めた虹の玉の中に閉じ込めました。宇宙の雄大さと星の瞬きの繊細さを合わせ持つ一発です。16番、東京都株式会社丸玉屋雄勝煙火店。作品名は上り極道付き三重神煙火菊。菊型花火です。全体の配色を工夫して作成しました。17番、岐阜県株式会社村瀬煙火。作品名は千住菊。今回打ち上げる玉は千住菊。和人と錦を使った新入りの八方菊です。形にこだわった花火、ぜひお楽しみください。18番、茨城県株式会社山崎煙火製造所。作品名は上り極道付き与衛神銀飛行。芯が4つ入り、全体で五重の円になる花火です。花火全体が見やすいようにくっきりはっきりを目指して作っています。19番、福岡県株式会社脇のアートファクトリー。作品名はのしめ。着物の柄の名前で、多くの人からの祝福という意味があります。人と人との絆、つながりを表し、おめでたい文様の名前を付けました。20番、秋田県株式会社ワビ。作品名は商店銀利八重神柱。情熱の赤を基調とした炎の世界をイメージした花火です。コロナウイルスを焼き尽くしてくれることを願って。